はい、よろしくお願いします。今回は高校数学数 A の最大公約数最小公倍数丸三をお送りします。で、このタイトルここで終了です。で、次回から除法の性質やるんですけど、今回も問題が2問ありますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、厳しいのがあれば、今からね、自分の方が両方解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ、早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、2番に関しては、前回の動画の2番とすごく似たタイプになるんですけど、まあ、まずちょっと1番からいきますね。で、A を使います。で、A は自然数です、ここでね。で、A プラス5が4の倍数。A プラス3は6の倍数と言ってくれているときに、じゃあ A プラス9、こいつが12の倍数であることを証明しようっていう問題です。で、これはですね、ほにゃらの倍数を証明なので、A プラス9を計算して、例えば 12× ほにゃららとか、12× ほにゃららと、まあ同じですけど状態としては。こう持っていけば終了なのね、ほにゃらの倍数っていうのは。ただ、今回結論から言うと持ってけないんですよ。一撃で。一撃で倒せないので、二つの倍数。この倍数だよって、この A プラス9がね。で、この倍数だよって、二つを証明して、それを組み合わせて持っていきます。で、その時に結論から言うと、今回、この A プラス9が、4の倍数だし、6の倍数。この二つの倍数になってるんですよって。だから、A プラス9は12の倍数っていうことができますっていうのが作戦なんです。で、これなんでかっていうと、4と6の最小公倍数が12なんだよね。一応倍数書いていくと、C1 が4、C2 が8、C3、12、C4、16と。で、6の方が6、1が6って12、18と続くじゃないですか。で、最小公倍数12なのね。ってことは、4の倍数でもあるし、かつ6の倍数って両方のことが言えれば、その数は12の倍数になるんです、必ず。公倍数が12だからね。最小公倍数が12なんでね。で、これたまにだよ。たまに、こっちなしにして、いやいや、61が6で6に12とか、64、24って、6の段の中に12のが20の入ってるから、これだけ証明すれば順位の倍数って言えるんじゃないですかって言われることもあるんですけど、これね、確かに24って30、36って、まあ6のね倍数は続いていくので、順位の倍数って12、24、36のことだから、あ、これでいいじゃんみたいな感じもするんだけど、でも6の倍数ですだけ言ったら、じゃあこいつらどうすんのっていう、こいつら順位の倍数じゃないからね。だから、これだけでは足りない。6と4を組み合わせることで、12の倍数ですよっていうことができるので、それを使って今回やっていきます。で、4と6の倍数言えばいいんだよねっていう作戦さえ分かってしまえば、もう切り崩すのは簡単ですもん。この問題はね。で、まず、A プラス5が4の倍数って分かってるから、まあ文字を使ってね、まあ ML にしよっか。まあ、4m って置くことができる。で、a プラス3は6の倍数なんで、違う文字を使って 6n。で、一応ね、両方自然数だから、mn は、自然数と、すると。まあ、こう置くことができるからね。まあ、ここから始めると。で、こう置いてしまったら、あとは a プラス9計算するだけですもん。A プラス9。これを計算していきます。で、ここでポイントなのが、今回、まず4の倍数っていうことを言いたいのね。まあ、4と6両方言いたいからさ。で、A プラス9を無理やりこれを使いに行きます。A プラス5。だから、A プラス5プラス4って、9をね、5と4に分けるんです。そうすると、うまい具合に A プラス5が 4m なんで、4n プラス4になるんですよ。で、4の倍数だよねっていうためには、4括弧ほにゃららになってればいいから、こう表せるね。4でくくり出す感じ。で、そうすれば、もうこれ4の倍数って言えるから。で、途中式書くから、
今ね、括弧の中 m プラス1は間違ったね、自然数なのに指数って書いてあった。ちょっと待って、よいしょ、 m プラス1は自然数より4括弧 m プラス1は4の倍数ですよって、でこうやって言うことが OK と。でもう一個6の倍数のことを言いたいので、もう一回 a プラス9を計算していくんですが、まあこれを使いたいから今回は a プラス3を無理やり作ると。で後ろにプラス6で、3と6足せば9になるからね。でそうするとね、まあ、さっきと同じように代入すると 6n プラス6でね、ちゃんと6がくくり出せる状態になります。こうやってうまくできてるからね。でさっきと同じように n プラス1括弧の中が自然数より6括弧 n プラス1は6の倍数と、こういうことができました。でまあここまで書けばね、あと OK なのでまだ入るよね。だからよって言いたかった a プラス9は12の倍数であると、こんな感じで終了となります。よいしょ、いいかな。まあ12の倍数を言いたければ4と6を言えば OK だよっていう感じです。もちろんね、最初にも言ったように一撃で12括弧ほにゃらに持ってくるんだったらいいんですけど、ちょっと今回厳しいので、まあ、こんな感じでやっていきましたと。で、2番なんですが、今回まず、まあ、2つのね、自然数 AB を出すんだけど、和が72です。で、最大公約数が12。で、これだけのヒントで、組をすべて求めようという問題になってます。で、前回の動画の丸2をちょっと見てもらえると、似てるんでね、ありがたいんですが、まず、最大公約数が12と分かっているので、まあ、文字ね、何でもいいですけど、A を、12×A'。もちろんこれ A' じゃなくても大丈夫です。で、B を 12×B'。で、これを置くときに大事なのは A' と B' は互いに外。で、今回ね、B のが大きいって分かってるから A' より B' の方が大きいよと。よいしょ。まあ、こう置きます。で、あとは、和が72って言ってくれてるので、つまり、和だから、A プラス B が72なんですよね、今。この2つの数が、足すと72なんで。で、この2つの数、代入すると、12A' プラス 12B' になるから、ちょっと12でくぐります。こうやってね。で、12で、割ると、こうなると。で、あとは、じゃあこれを満たす A' と B' の組み合わせを求めようと。で、足し算だから、A' B' の組み合わせ。1たす5、2たす4、3たす3が考えられると。ただ、3たす3は B' の方が大きいが満たさないんで、1たす5か2たす4なんですよね。で、よっしゃ、両方 OK って思うんですけど、ここで使っていいのは1たす5だけなんです。なぜなら、2たす4ってのは互いにそうじゃないんで、2を約数で持ってるからね、共通で。だから今回これしかない。で、A' B' 組み合わせが見つかったから、じゃあ答え A と B はあとはね、ここに戻すだけなんで、 A' が1だから A は 12B' が5だから B は60と、まあ、全てと言っておきながら答え1個しかないんですけど、今回はこんな感じで解いてみてください。なのでね、まあお時間に余裕がある方は1個前の動画の丸2番とセットでやってもらえると、まあ、あの同じようなね解き方をしているので、まあ、勉強になるかなと思います。では
今回は高校数学数 A の最大公約数最小公倍数丸三をお送りしました。今回もねここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で次回がそうですね、情報の性質、これちょっとまたシリーズでやっていこうと思いますので、もしよかったらそちらの方もご視聴ください。では今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。